私は皆さん霊感あると思ってて、はい、第一印象嫌だなとかいいなっていうのは皆さん霊感で決めてるんですよね。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回もパシンペロンはやぶささんお越しいただきました。お願いいたします。よろしくお願いいたします。はやぶさです。はい、チャンネルの、ね、お持ちでして、パシンペロンはやぶさの開運グッサンネル、開運情報ねたくさんありますので、皆さんぜひね概要欄貼っておきますのでチェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。で前回ね、はい、心霊写真たくさん見せていただいて、その中でいやこれはちょっと心霊写真じゃないんだよってものも教えていただいたんですよ、はい、でなるほどなと思って、で今回ちょっとね変わった企画皆さんにお届けしたいんですが、それが、心霊写真クイズ。イエーイいやそんなポップなもんじゃないんですよなかなかないですよね、これ心霊写真かどうかっていうクイズなんですけども、それをね、皆さんも一緒に、はい、お楽しみいただきたいと思います。全問正解した方はもしかしたら霊感があるかもしれません。では一緒にお楽しみください。いいですね、ファイバーサさんならではの心霊写真特集って感じがして、はい、うん、でこれは私もよくわからない写真なんですけれども、まあ、これもお友達のお友達がなんか観光地みたいなところに行って写真を撮ったっていうやつなんですよね。なんかすごいこう斉藤さんだぞみたいな感じにこうされてるえなんかね開けた場所公園なのかな、うん、なんかそこで、ポーズを決めて素敵なね男性の方、おしゃれな方が写真撮られてますけど、え待ってくださいね、えちょっとごめんなさいね、ああ早草さん、はい、これはもう合成というか、これは一瞬ドキッとしますけど、これは心霊写真じゃないです。そうですか、え違うの、えこの後左肩でしょ、そうです、これ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 、まあ、比率を見てもらうと分かるんですけれども、はい、そこの芝生の中は立ち入り禁止のなんかテープみたいのが貼ってあるんですよね、はい、でその中に人はいなかったということなので、そのおじいちゃんは線より前にいるはずなんですよねって考えると顔の大きさの比率が不思議だなっていう、おかしい、確かにおかしいですね、うん、オブジェとかなんかそういう何か物を運んできたのかなと思ったんですけど違うんですか、うん、とかそういうのでも一切なくて、でその時その後ろに誰かいたっていうのも覚えがないとは言ってましたね。えごめんなさい、これはじゃあ心霊写真か、心霊写真です、これ全然合ってねえじゃねえかよそしたらただそれはお化けの方にもモザイクをかけてほしいんですよね。なんでだってかなりはっきり写ってますもんね。その方死んでないんですよ。えどこかにその方いると思うんですよね、まだ。でも心霊写真の霊の方に目線入れるってなかなかないですよね生き霊なので、多分ねその公園に来てる誰かに用事があったのか守りに来たのか分かんないですけど、なんか聞いたことあるのがやっぱり生き霊の方がパワーが強いからはっきり映るって聞いたことがあって、そうですね、だってこれ本当にここにこの人いるんじゃないかなって思うぐらいの、うん、なんでこの生き霊の方がここに来ちゃったんですか。だからまあその観光地というか公園で遊んでた人に何か由来のある方なのか、その写真を撮った方に由来のある方なのかわからないんですけれども、まあ生き霊って恨みつらみの場合と、あとはお母さんとかお父さんが離れた子供を思う気持ちみたいなのでも現れたりするので、うん、どういう意味合いでここにいらっしゃるのかまではわからないんですけれども、生きている方だと思います。合成か合成じゃないかとか、はい、これは心霊写真かそうじゃないのかっていうのを事前にお伝えしていただいてもいいですか、ね、結構私番組作る裏ではそういうことやってたりしますね、はんはんはん、この話は本当の話かとか、この写真は本当かとかっていうのをやってたりはしますけど、全部怖がってるんで、はい、でも中にすごい大きいお化けとかって普通に写真で送ってこられるとすごい嫌なんですけどね、うん、じゃあ心霊写真クイズ、これ当てないとね、なんか首に口ない、はい、首に口があってうーってなんか
綾草さん、はい、これはやっぱそんなわけないですよね。首からこう口がね こんな鮮明にあるわけないから、はい、これは合成、あともしくはなんかこうブレたりとか変な感じでこう写真が撮れてしまったという写真です。はい、正解は単なるブレです。おお、ほら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 でも単なるブレなんですけれども、これ親戚の子供なんですけれども、もともと鼻とか喉がすごく弱い子なので、あの気をつけてっていう意味合いもあるのかなっていう気はします。じゃああながちただのブレではないかもしれない。まあブレとあと守護霊が分かりやすくしたっていう感じですね。じゃあまあ半分心霊写真だったんですね。半分心霊です。で合成ではないっていう感じですね。ああ、はい、じゃあもうクイズないですよね。あ、じゃあもう一問ぐらい。いいよクイズ。これはどうでしょう。これも皆さんもじゃあ一緒にやってくださいね。はい。これで自分に霊感があるのかどうか分かっちゃうかもしれないって。え？一番手前の右側の女性の肩に、はいはい、本当にあの北斗の拳の肩パッドみたいな。でもぐわってこうなんか指の本数も多くないですか。そうですね。1、2、3、4、5。え？大きさもすごく大きいですね。ぐーってこう肩持ってかれていきそうになってますよ、うん、でもよくよく見るとその手は誰か頭を持ってるんですよね。え、本当だ。ぐーってこう掴んでる感じ。いや、これはもう心霊写真でしょ。皆さんはどうだったでしょうか。正解は心霊写真です。おお、そういうこと心霊写真ってそれはなんか台湾で撮られた1枚だそうなんですけれども、知ってますよ、はいはい、あの旅行で撮って、でその一番前に手がかかってる方っていうのがあの観光で行かれて、その方のお連れさんが撮った写真だそうなんですけれども、あの記念写真撮るにしては変な方向その方も向いてるんですよね。そうです、なんかグイってなんかね。でその場面をきちんと霊視するとその女の方が向いてる場所に大きなお化けがいて、そこに無意識で目が行ってしまってて、でこの辺りにいる低級の霊たちも吸い寄せられるようにそっちの方向にみんなが進んでいるっていう。確かにこの方なんか急に何か不意に見てる感じしますもんね。あのお化けとか大きいものってあれなんかいたなとかっていうなんとなく雰囲気を皆さん感じることがあって、うん、そんな顔してる。不思議な場所に目がいっているっていう。だってもし本当見えてたらはーって顔になるけど、はい、なんか気のせいみたいな顔してるから、ね、何かを感じて振り向いてたっていう、でその時にやっぱりグッてあったって。で普段だったら生きてる人がそっちを見るとかっていうのはよくあるんですけれども、その写真の不思議なところは他の低級霊たちもそっちに行こうとしてるんですよね。だから何か大きな人塊になろうという提案があったのか、前昔私山で天狗を見たんですけれども、うん、天狗っていうのは結局私が見た天狗は天狗の形をしてたんですけれども、いろんな霊が100個も200個も集まって天狗のような形になっていたっていうのがあったので、もしかしたらそうやって大きなものがいろんなものを吸収している途中だったのかなっていう写真です。あのこれね、見てる皆さんに、まあ、霊感がない人でもこれは心霊写真かもしれない、はい、これはまあただのね、あの見間違えとかブレとかかもしれないよっていう何か簡単な、まあ、基準こう、はい、見分け方とかあったりしたら教えていただきたい。写真を見て鳥肌が立つとか怖いとか気持ち悪いとか嫌だなっていう負の感情が出た場合はすぐにあの消去したり捨てたりしてください。多分悪い例である確率の方が高くなるので、やっぱ直感、霊感がない人でもやっぱり何か感じる、ゾワゾワっとするとか鳥肌が立つってことがあるかもしれないから、そういう時にはやっぱり心霊写真かもしれないよっていう一つの基準になるわけですね、はい、私はあの皆さん霊感あると思ってて、はい、第一印象嫌だなとかいいなっていうのは皆さん霊感で決めてるんですよね、うん、だからそういう直感だったり気のせいっていうのを気のせいにしないでもらえるとより安全かなとは思います。え、今回ってお写真これで全てですって。そうですね、はい、はあ、いやなんかいいっすね。心霊写真をただただこう見ていくっていうことじゃなく、そこになんか僕らがね、なんかこうなるほどと思えるような豆知識とか、はい、でこれは今回合成なんだよとかね、うん、そういうのもこう織り交ぜて紹介してもらえたんで、やっぱり早草さんならではっていう感じがして非常に良かったです
というわけでゲストはパシンペロンはやぶささんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。